はい、こんにちは。カメラマンの村誠一とバニーです。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、前回に引き続いてですね、高画素は必要なのかっていうことについての動画を見てもらいます。今銀座ライカでも展示されているキヤノンの 5D Mark IV とライカ M8 ですね、それで撮った画像を交えながら話してみたいと思います。まずはご覧になってください。Quiero vivir
amor profundo y sincero. Compartir la felicidad en lo malo y en lo bueno. No te hagas ilusión. はい、どうでしたか？かなりね、もうシャープだと思うんですよね。で、こういうものっていうのは撮り方なんですね。光のね、捉え方をちゃんとすれば誰でもきちっと高画質な高描写なものが撮れるということですよね。まず大事なことはね、光をねちゃんと掴むことですよね。光をやっぱ一定方向の光をきれいに自分で捉えることが大事です。で、これ、ね、一定方向っていうけどね、まあなかなかね皆さん難しいと思うんですけど、よくねカメラの昔から晴れ切りっつってね、レンズの前をこうハレーションを切ったりとかすることをよくねアシスタントがやるんですけど、まああとはフードですね。で、昔はねフードということがすごく重要でして、で最近はねもうあのコーティングも良くなりね、レンズの質が良くなったんで、このフード光のねやっぱり遮るっていうのはあんまりこうしなくても良くなって、まあ、最近の見てると分かるようにね、あのフードがもうどんどん小さくなってきてますよね。で、昔はねフードが重要 で自分はそのフードをね手作りしてたんですね。まあそれをねクッキーの缶とかをね利用して、でそこに健康のフィルターをくっつけてマット系のインクをですね吹きかけて、それで作ったりしてたんですけど、後にねだんだん継ぎ足していくフードが出たりとか、蛇腹フードが出たりとかね、それを利用してフードを作ってよくやるんですね。で、これっていうのはね、あの野球選手なんかもね、この目の下にこうねヌートバー選手なんかも塗ってますよね。で、こういう目の下に塗ることによって、まあ、視界がクリアになるってことですよね。で、皆さんはそのフードのね重要性っていうのは考えてよく見ると思うんです。こうやって目の前にねこうやって自分で輪っかにしてこうやって見るだけでクリアに見えると思うんです。外した時とこうやった時との違いをよく見てください。そうするとねこうやってやった時にすごく目の前がクリアに見えると思うんですよね。これがフードなんですよね。で、人間の目もそうだし、でこう結局下からの光とかやっぱりこう目の下にこう塗るだけでも乱反射をこう防いでくれて、それで吸収してね綺麗に見えるとか、そういう、まあ、効果があるわけですよね。で、これを皆さんは意外とこうあのそういうところをあまり考えないでやることが、フードがつけてるから平気だっていうんじゃなくて、まずね自分の方向性、光の方向性をちゃんと見て、でそれで、やるようにしてください。撮る時もね光って重要なんですね。まあ、背景を黒バックにするのもその一つの、まああれですよね、レンズに対する光の入り方っていうのを気をつけたりとかするだけでもかなり違うっていうことをぜひねやってみてください。で、またねこのメンバーサイトではこのことをもっとさらに詳しく、まあ、自分が解説しているので、まあ、それも合わせて、ご覧になってください。またねこのプリントもですね、銀座ライカにも、飾られているので、ぜひねそれもね、ご覧になってみてください。自分が言ってる高描写高画質っていうのが、現場で、見て取れると思うんですね。イスキサイちゃんのは14歳の時っていうのは、これはもう初めデビューしてしたての時ですね。スタジオで撮ったんですね。まあ足をちょっと骨折してきてしまって松葉杖でしたんですけど、まあその時にですね、撮ったものなんですね。これをぜひね、皆さんも、体感して、より良い写真を撮られてください。またお会いしましょう。またねライカの、在廊の時でもね、お越しいただければいろんな質問にも答えられると思うので、ぜひまたお会いしましょう。今日はありがとうございました。また会いましょう。